月のフレッシュマンは阿蘇市内牧にあります熊本県信用組合阿蘇支店にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。ではまずお名前と年齢、そして今お住まいの地域を教えてください。はい、富田遥香です。23歳で乙姫に住んでます。富田さんはこちらにお勤めになってどれぐらいが経ちますか？ちょうど1年ぐらいになります。ね、はい、もともと阿蘇の方ではないそうですね。はい、そうですね。もともと地元は益城で、こっちに配属されて阿蘇に住んでいます。普段はどんなお仕事をされているんですか？窓口で水道業務や預金の管理などをしております。お仕事を始めて1年が経ちましたが慣れましたか？そうですね、やっと慣れてきて業務こなしている状況ですね。阿蘇の地域のお客様はどんな方ですか？なんか嬉しかったこととか逆にこう難しかったこととかお仕事の中でありますか？そうですね、阿蘇の方は皆さん優しい方ばかりで、いろいろ業務を覚えることはいいんですけども、周りの方々に、助けられて今頑張ってます。阿蘇は寒いでしょう、大丈夫ですか？結構冬は寒かったですね。で、はい、結構電気代が高かったです。暖房代がですね。そうですね、阿蘇あるあるかもしれません。では富田さん、今23歳ということですが、結婚願望とかはありますか？そうですね、まあ、お相手がいれば、はい、どんな人がタイプですか？そうですね、いろいろ器用にこなせる人でよく喋る人が好きです。じゃあそんな人ともしデートするなら阿蘇市どんなところに行ってみたいですか？そうですね、いろいろ自然がいっぱいあるので、まあ、大観峰とか草千里とか綺麗なところ行って喋りながら回りたいですね。ドライブとかね、いいかもしれないですね。では最後に職場の PR をカメラに向かってお願いします。はい、いつも一緒のコミュニティバンクを目指しています。お気軽にお声かけください。窓口でお待ちしております。はい、ありがとうございました。今月のフレッシュマンは阿蘇市内牧にあります熊本県信用組合阿蘇支店の富田遥香さんをご紹介しました。では最後にフレッシュマンのポーズでよろしいですか？いきます、せーの、フレッシュマン、さよなら。